皆さんこんにちは、天運アーティストのあゆこです。本日は3月の24日です。さて今日はどんな日かと言いますと、実は明日上弦の月なんですけれども、この25日明日の上弦の月までが一応魂のお正月の、サイクルの流れなんですが、いよいよもうそれも終盤に差し掛かり、今日の24日っていうのはインスピレーションですね。このスピリチュアルの世界で、見えない世界で本当によく使われる言葉の一つなんですけど、このインスピレーションがとってもこう上にですね、天にですね、届きやすい実は日なんですね。もうピュアな、魂の正月を迎え、数日が過ぎて、で全部のサイクルの流れが今日はものすごく強い日なので、インスピレーションしたこと、例えばその本当に浄化をたくさんしていただいてクリアリングされてる方っていうのは、それとこういうね、勘ですね、勘の強い方っていうのは、今日は本当にこうイメージで願うじゃないですか。願ったら本当叶ってしまうっていうようなぐらい、その周りの舞台が揃う日なんですよ。ですからその周りの、そのスピリチュアル環境ですね、このスピリチュアル環境がすごく整ったこの日に、前からいろいろと準備したりとか、このサイクルを意識してきたりとか、そういう方は今日はぜひともですね、それこそ天に願いをですよ、星に願いをじゃなくて天に願い、その上のね、天に願いをっていうような意味で、本当にインスピレーションで自分がイメージしたことが叶えられる、叶いやすい日なので、ぜひ今日こそこの数ヶ月ですね、アマチャンネルでずっとお届けしてきて、それを毎日のように聞いてくださって、実践してくださった人こそ、今日はイメージで願い事を叶えていただきたいなと思います。ということで今日の天運カラーと天運ナンバーなんですけれども、今日はですね、色は白です。そして数字は4です。まさにこの白っていうのはね、もう何にもない、真っ白、もうこれイメージしていただいて、4はお金の数字なんですよ。まさに今日愛とお金の日だというようなことも、ずっと聞いていただいている方は分かっていただけるんじゃないかなと思います。とにかく今日はですね、スピリチュアルな一日を過ごしていただきたいなと思います。そしてあなたに天運が降り注ぐように、私も今日はですね、実はあるお山に今日からこもります。そして、4日間久々にですね、山ごもりをする日なんですね。ですからちょっと今日明日明後日し明後日っていうぐらいのこの流れの中は、私のエネルギーっていうのはちょっとね、弱いかもしれないんです。皆さんに届けていつもみたいにパワーを渡せないかもしれないんですけれども、今日たんまりと皆さんにお届けしときますので、その、エネルギーを持ちつつ、皆さんのお力ですね、インスピレーション、これかきたてて、天から、天の幸運のシャワーを今日は降り注がせていただきたいなと思います。それでは今日も一日素敵な時間を過ごしてください。天運アーティスト、あゆこでした。